声だこれ。これ多分小柳さんなんですけど、うん、かっけえ。うわうわうわ、今のやば。今のやば。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お疲れ様です。さあ先生、始まりました。はい、VTuber さん勉強会です。お勉強大事ですから。はい、もう1日時間はやりましょう。うん、楽しい勉強。そう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 、うん、まあ、先日挙げさせていただいた、うん、バックスさん、はい、二三次のバックスさんの、うん、ドッグランドですね。皆さんからこう知識をいろいろ、そうですね、教えていただけたコメントなんですね、うんうんうん、の方をちょっと参考にさせていただきまして、はいはい、とにかくちょっとこれが多かったよっていう、うん、学級が1個ありました、はいはい、ちょっとまあ全部ね書き出したんですけど、うんうんうん、個人的にもあってです。これがちょっとやたら多いぞというのが1個ありまして、なるほど。ちょっと本日もですね、声帯の専門家、はい、リー先生、ボイスドクターのリー先生、それからボイスランドの魔法、はい、で本日もお送りいたしますけれども、うん、このお二人がお送りするリアクション動画と、はい、声の専門家ならではの視点からの解説動画というところで、うん、今日お送りしたいのがこちらです。はい、スクリームって言うんですかね、これ。スクリームといえばそうですよねえ、私です。ねえ、この人一応パイオニア、パイオニアっちゃパイオニアですからね。いや、そうですよ。日本の、僕も研究させていただいてそうですね、バッチリそのものなんかね、本当にもうかき回されてますから、はい、喉の中を行くぞと。これはちょっとそう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 、聞き応えがあると。多分皆さんもそういう意図でね、教えてくださったのかもしれないですね、うん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 、で、今回カバーされてるのが、これもですね、はい、前回のバックスさんがマジで我々の入り口だったじゃないですか。そうですね。だから本当に、うん、本当に勉強中なんだなって思って許してほしいんですけど、はい、我々初めて、はい、触れさせていただく方なんですけども、あ、小柳ローさんです、ね。はい。それからこれ読み方が結構特殊で、うん、ね、星留部翔さんっていう方ですね。あ、星留部さん。はい、星留部さんですね。うん、で、火鉢真奈さんというこのお三方。なるほど。さっき原曲ちょっと聞いたじゃないですか。はい。ガシガシの、すんげえドンキのような曲でしたね。ねえ、しばし殴られる感じの。そうですね。うん、それを VTuber さんがカバーされてるっていう。それはもう移植中の。そう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 、うん。だし、まあそういうのもあって、うん、僕一応その歪みのですね、まあ一応第一人者でやらせてもらってるんで。もちろん。そうなんです。専門家でやらせてもらってるんで、ちょっとその辺の視点とかもちょっと含めながら。そうですね。ね、見ていけたら。まあなので、この声の専門家二人からの、まあいろんな知見とかも。ありつつで、はい、リアクションさせていただければと思っておりますので、うん、最後までご覧くださいと、はい、いうところで、このチャンネルでは日々発生関係のお話であるとか、あと今日みたいなリアクション動画とか日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録を済みない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。さあ、うん、なんかね、あ、シルエットおしゃれですけどねおしゃれですけど、これがまたちょっと ね、なんかね、うん、バニーちゃんの感じなんでしょうね。うん、うん、まあなるほど、バニーちゃんすごいことか。なんか、うん、なんか意図が隠されてるんでしょうかね。はい。なんか題名表題通りの感じになってるんでしょうかというところで行ってみたいと思います。うん、はい。あ、なるほどなるほど。あ、この順か。この小柳郎さんがこう真ん中なんだ。なるほど。ですね。シルエットが、ね。星野さんがこう、うん、で岩井さんがこうなんだ。うん、なるほど。全員叫んでもいいんですか。そういう感じ。おお、めちゃめちゃね、うん、めちゃめちゃラップですよ。おラップ。今のところはこれ多分最初が多分星留部さん。はい。なのかな、うん、間違ってたらごめんなさいなんですけども、はい、星留部さんだと思うんですけど、今のところは、うん、めちゃくちゃ激しいがなりとか、うんうん、まあ、今のところそんなになかったです。そんなにでも随所ありますね、これで。この辺が、うるせえなのところで、がなってないんですけど、うんうん、がなる直前の力が入ってる感じで、もう、もう0コンマいくついったらがなるよっていう。うるせえなまでいかない。ああ、なるほど。うるせえなぐらい。ちょっと巻き舌感もあるのか。ああ、あるかもしんない。うるせえな。ああ、確かに、まあ、うるさい感がね、出てますよね。ガヤガヤ感がある、うん、うるせえなうるせえなぐらい。そっちか。ちょっと止めてる感じですね。なるほど。ここもそう。うん、おお、合わせ技がいいですね。でもあれですよね、コンビプレー
なんかこう、リズムに乗ってる、ちょっとドンキ力が、そう。このスクリーム感を予感させる。そうそう、予感させる。ね。まあ、A メロだと思うんで、音数も少ないじゃないですか。そうです。だから、うん、ための感じで、で、この、残りお二人の、はいはい、他のお二人の、この合いの手が、意外とこうなんか、うんうんうん、わーみたいな感じで、はい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 、あえてちょっとチャイルドな感じというか、うん、ちょっと遊び心になる感じで、ね、ちょっと対比になってていいっすね。あ、でも、サブスクライバー、サブスクライバーは結構かかってますね。来ましたね。来ましたね。ずしずし来ましたね。ずしずし来ました、ね。これ3人揃ってるんですかね。3人揃ってるから厚いですね。厚い。はい。分厚い。分厚い。めちゃくちゃ分厚い。厚みがある。厚みがある。すげえ厚みがあるし、こういうビートじゃないですか。これ、ガナリのユニゾンって珍しくないですか。確かにそうかもしれない。あるいやー、あんまりないですよ。あんま聞かないですよね。あんまりない。そう、こんな感じになるんですよね。確かに確かに。新しいなと思って。確かに。それか。それの感じか。だから新しいのか。なるほどですね。うんうん。こっからサビでしたね。はい。うん、次か。急に分厚いですね。ねえ。ああ。なんか、ひょうひょうと。うん。サンバイフィーンみたいな。これ結構狭め強めの。狭めですね。感じで。これどなたですか？これ、火鉢さんみたいですね。うん。ひょうひょう系でしたよね。ねえ。おぉサンバイスクリーム、うん、みたいな。スクリームぐらいの感じですかね。そうですね。ね、結構狭い感じしますよね。うんうんうん、かっこいいね、これ。かっこいいかっこいいかっこいい。いいスパイス。うん。うん、あー、ここはちょっとこう、真ん中だ。おぉ、うわっ、なんかその独特な緩急ですね、うん、この曲。かなりの奥行きがあるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、すごいですね。すごいすごい。なんかちょっとアナーキーな感じから、うん、そうですね。ね、あのこの上下にこう、うん、なんていうかな、変動するというか。うん、わかるわかる。はいはい。独自ですね。うんうんうん。新しい、ね、新しい音浴びてる感じがめっちゃある。なんか興味深い。確かそうそうそう、新種の、うん、新種見つけましたみたいな感じですね。実に興味深い。いや。ちょっと行ってみたかった。確かに確かに確かに。あんま言わないワードですか。そうですね。日常で生きてる。うん。これ興味深いですね。うん。曖昧までなんか、合図があって。結構そこポイントなのかもしれないですね。でもこれ、スクリームの中でもやっぱりこの、火星体を重ために使うっていうのは、うん、そうですね、そうですね。ある感じですね、今のね。あります、ね、あります、あります、あります。ね、多分、どこだっけな。さっきの、うん、ここまず火鉢さんで、ここが小柳さんらしいんですけ ど、 なるほど、ちょっと重いですね。スクリームぐらい。おー、そうだ。真ん中ちょっと下ぐらい。火星で熱いね。火星でちょっと厚め。うん、真ん中ぐらいですね。まだそうなんだ。そう。ひろしさんが軽め。軽め、ね。軽め高めなんですけど、はいはい。で、多分別に他のもできると思うんですよ。うん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 、ポジション変えれば器用な方ですから、ね、きっと、うん。で、小柳さんが真ん中できた感じ。だからちょっとこう、グラデーションじゃないですけど、うんうんうん、ダウンを攻めてる感じ、はいはいはい。まだ攻めてないとこを攻めてるみたいな感じで。うん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 、ここは綺麗なんだな。ここ綺麗なんだな。一瞬フローのところ、フローかな。フローのところ。フローって来た？ちょっと来た？あ、来てないな。ここの多分直前。ハモリに来てんのかな。ここの。すでにがちょっと来てる。ああ、なるほど。すでにがちょっと来てるかな。星野さんのこのすでにの部分は、小柳さんのポジションをちょっときつくするとこうなるんですね。へ、う、ぇ、ん、のポジションです。細かいでしょ。ミドルっぽいとか。そう、ミドルでちょっと、なんだろうな、うんうん、上に狭くっていうよりは、ちょっと横に狭くする感じですね。うん、イメージとしては。ああ、なるほど、ね。うん、そんなイメージですかね。うん、さっきの、うん、小柳さんはこう狭くしてたんですけど、うんうんうん、こっちに狭くする感じかな。っていう、ミドルのまま、縦軸はそのまま横軸に狭くすると、このガナリになる感じで、ここはちょっと、相づち、相の手で、三者三様のガナリ方してる感じです。なるほどね。よし。よし、解説した。なんか、この合間の、うん、この辺とかやばいっす。分厚い。そうですね。その、随時言ってますよ。そうですね。うん。圧が効いてますね。
今のとこちょっとスクリームっすわ。あ、ほんと。ここ。この層の部分は結構スクリームっすね。あー、なるほど。うん、ここ結構スクリーム。そうかも。うんうんうん。だからできるっす。ね。できる人ですよ。なるほど。うん。だからみんな多分得意なんでしょうね。がなり声っていうことで皆さん得意なんでしょうね。うわ、あーあー、いいっすね。すげえ声だこれ。これ多分小柳さんなんですけど、うん、なんだろう、なんていうか、うん、これ作って出してるんでしょうけど、はい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 、めちゃくちゃすごいなと思ってて、うんうんうん、思って今、うんうん、なんかそのスポコンじゃないっすけど、はいはいはい、酒とか大声で、はいはい、叫ぶって潰すとかで、うんうん、昔の人だったらって言うとちょっと語弊ありますけども、はいはい、まあ、一時期のその情報が少ない時代だったら作らないといけないよってされるようなしゃがれ感みたいな感じの声なんですよ、これ結構、ね、がなりではもちろんあるんですけど、広く分類するんであれば、はい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 、そういう感じでもないというか、うんうん、ある種ナチュラルな、わかります、なんかね、しゃがれ感があるよ、ね、しゃがれ。で、ちょっと鼻にかかるようなニュアンスがあって、これできないな。これ結構なんか選ばれし感じかもしれないです。裏声がなりみたいな感じなんですかね。が、めっちゃ、ハスキーなんですか、ハスキー。地声ハスキーというか、地声ハスキーで今までそういう予感感じさせなかったですよね。そう。なんか、なんだろうな、うん、ちょっと詰めてると思うっす。詰めて逃すのか、ちょっと詰めて逃して、ああ、なるほど、声帯はこれあんまなってないっす。そうですよね、そう、さすが先生、ね、いや、声帯はあんまなってなくて、声帯周りは詰めてるけど、うん、声帯は閉じてないっすね、はい、閉じてるけど、はい、まあなってるんで声は、そうですね、うん、声帯を直接的に閉じるような入れ方はしてないような、うん、なるほど、マニアック、いやでもこれはちょっとあれですね、うん、悪い声に聞こえます、悪いなんかね、悪い悪い、うんうんうん、すげえすげえ、声優さんみたいな声です、うんうんうん、うん、できねえこれ、うん、ここはちょっと声帯入ってるんですよ、これ個性ですか、人が変わりました、今これはね、いやこれ変わってないと思います、変わってないの、いや変わってないと思いますよ、これ一緒一緒一緒ですよ、一緒だと思いますこの絵も変わってないですか、すごいね、ちょっと声帯入った、ね、コントロールしたね、コントロールした、さっきの爪がこれはなほとんどなくなってます ね、なくなって、今度逆に声帯が鳴ってでもがなりは残ってるから音色は変わってるように、そうだ、そんな感じ、爪型のバランスを変えたんですよ、なるほど、でも個性は残ってるというか、うん、すごいすごい、いやすごいすごいすごい、ここからね行くとね、うん、うん、あ、まあ音程も下がったのもあるじゃない、うん、うん、こっちの方が楽だと思うんですよ、このちょっとトーンが下がったところの方が喉は楽そうに聞こえます、わかりますね、そうそうそう、こちらが楽で、そうですね、小柳さんはこっちの方が楽なんだと思うんですけど、出してて気持ちいいのは前者でしょうね、うーん、あ、気持ちいいの、気持ちいいと思います、 あっちの方が腫れると思います、なるほど、腫れて気持ちいいです、こっちも腫れると思うんですけど、ちょっとニュアンスがかかっちゃうかもしれないから、でも楽だと思います、こっちの方が、これ深いですよ、深いですよ、今のピッチ分けてもこんだけやっぱ声帯の使い方が変わるわけですから、変わりましたね、しかもなんか低いところで声帯合うっていうのがありましたね、そこなんかちょっとこれは、うん、これはあって、あのさっきの爪系の、うん、あのルートに入ってる場合は、あの声帯が使われないまま結構その狭窄感が強い、なるほど、ような感じです、これ豆知識ですよ、これはね、一部の人にしか役立たないスーパー豆知識ですけどね、スーパー豆知識すごいね、僕にしか解説できないところ、へぇ、そう、すごいですね、うん、おもろいおもろい、かっこよ、かっこいいね、めちゃめちゃかっこいい、おおおお、すごい面白い、面白い、おお、おーい、いい、気持ちいい、気持ちいい、おー、これはこれはこれはどうだった、これは岩地さんでしょ、これ岩地さん、あー、これは高い、これかっこいいね、スクリーン、
これなりますね。ヒカキンさん系なりてます、うん、ピーってピーってね、ピーって同じところを通ってる感じがする。なるほど。いやすごい、いろんななんか多種多様な表現が出てきますね、うん、おお、こう綺麗なんだな。おお、6つ。これ難しいっすよ。すごい。え、これ難しいっすよ。タラララタラララって。ねえ。むず。完全にひっくり返したような声ですよ。そうですね。ね、うんうん、完全に抜いてますよ、うん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 。声帯抜いてあげてる感じですよね。めちゃくちゃすごい、瞬発的に。いいっすね。これ難しいですよ。うん、下手にやったら繋がっちゃうからな。そうなんですよね。うんうんうん、あの、地声と裏声からですね。はいはいはい。タラララってこう。残っちゃった。残っちゃったらダメなんだ。残っちゃダメなんですよ。ひっくり返すのかねって。そう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 。くるっつって。二面性がないとこれダメなんで。うんうんうん。まずは。神からの記憶か。こっちが。ひわちさん。ひわちさんです。おそらくね。全部いくんだ。We are the best of the world! あげなきゃい、あすごいですね。これもヨーデルのひっくり返りポイントを見せないパターンですよ。いやそう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 、うん、これでもこれ同じ火鉢さんだとしたら、うん、このあこふたふた丸丸の部分と、うん、あっここ結構違うように聞こえますよね。そうですよね、ヨーデル感が出てるよね、こっちの方が、ね、こっちの方が確かに、うんうんうん、ちょっとニュアンスがね、うん、違うようにも聞こえるような。へえ、うん、あでもちょっと強めでもあるよ、裏声がね。うわいいね、かっけ、うわうわうわ、今のやば今のやば、これもねえ、ひばちさんでしょうね。すごい、今のは見せましたね。今の一番むずいんじゃないですか。テクニックこれ一番やばいんじゃないですかね。あれもこれもみたいな、あれもこれもどれもこれもみたいな、すごいな、すごい、ね、すごいっすね。段差を乗り上げて降りて、うん、乗り上げて降りて。やっぱりヨーデルできてたんですね。いや、できるんでしょうね。いや、これ完全にヨーデルですね。すごいすごい。なんかこれすごいのは、うん、勢い変えたらそもそもできないんですけど、ヨーデルって、うんうん。勢いが全然変わらないというか、うんうんうん、裏と地のこのパワーバランスが変わらないから、こう、漕ぐようにいけてる感じがしますよね、はいはいはい、これね。かっけ。あれもこれもどれもこれもみたいな、うまい変わらず、こう変わんないんですよね、うん、そうそうそう、ポン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 、歩幅が変わんないから。そうですね、これまたテンポにこのスピードに乗ってるのがすごいですね。すごいよ、うん、めちゃめちゃすごいし、うん、お二人の相槌もかっこいい、うんうん、かっこいい、いやー、うわいい、何かが割れて、サビ気持ちいいね、気持ちいい、サビがものすごいシンプルなんだよ、すっごい分厚いね、分厚い、あ、悲しい、なんか新しい、うわぁ、この声何？そうですね。この声なんだ？引き出しよ。やばい。なんだこれ？この声。すごいですね。いやなんか、うん、最初これ難しかったんですよ、うん。世界観が新しすぎて、うんうんうん、声も新しすぎて、うん、最後はなんか虜というか、ね、中盤ぐらいから、はいはい、中毒性出てくるっていうか、そうなんですよ、ね。もちろん最初からすごいかっこいいですけど、うんうんうん、ドランク状態というか。わかるわかる。なんかそういう再起感があります。そうそうそう。そう、再起感がめちゃくちゃあるというか、うん、パンチドランカーになっちゃったっていうか、はい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 、ひたすらなんか、いろんな、ね、いろんな角度から、そうなんですよ、ね。いろんなツボをなんか、押されるというか。そうそうそう。飛行をされてそう、太古式、中国式みたいな。なんか、いろんなツボをいろんな押され方して、レベル系になっちゃってるみたいな。気づいたら死んでたやつ。すでに。すでにね、正規末で。はい。になってますよ。
いやー。すげー曲だし。なんか確かに。すごい3人でしたね。なんか言われてみたら今ツボ押しが。そうそうそう、完了されてる。もう改造は完了されてる。やられてたの？やられてました、もうやられてたです。この曲を再生した瞬間から始まった。気づいてなかった。これすごいわ。思ったのは、緩急がすごいじゃないですか。緩急の付け方が新しいっていうか。そうかもしれないですね。緩急の付け方が独特。なんか。これ3人ね、いらっしゃるから。はいはい。またそれぞれのこの、なんていうのかな、このテクニックと引き出しが合わさってるでしょ。そうですね。得意分野でそれぞれ攻めてる感じがしましたよね。でもサビドカーンっていうあの音圧がね、そう、激太でしたね。激太、今までで一番太かったですね。いや本当に、いや本当です。これをご提案してくださった皆さん本当ありがとうございます。皆さんがご提案いただいた理由はこれ分かりましたね。かっこよかった、めちゃくちゃかっこよかったし、あの解説ちょっと難しかったですけど、解説しがいがありましたし、またすげえ人いるんだっていう、本当にまたちょっとすごい勉強になったので、はい、あの皆さんぜひあのこの曲に関してもですね、補足の知識でありますとか、あのまた別のおすすめでありますとかですね、こんなのもあるぜとか、はい、ぜひあの教えていただけると超嬉しいですということで、ちょっとこれ気持ちいいんで、僕これ終わったらもう一回聞くんで、そういうところで、そうそうそうでございましたのでですね、あの今回の動画良かったよという方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録をされない方はぜひよろしくお願いします。あとコメントもね、あのぜひ気軽に皆さんよろしくお願いしますと。ていだいまさまがリセット、ご視聴の本がお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。